今日はグという字を書いてみましょう。まず一画目はこのあたりに縦画を書きます。二画目は一画目の書き始めと同じ位置から始まって右に進んで折れ曲がってきます。この折れ曲がってくる位置は縦の中心に対して1対1になった位置か、ここのスペースが同じぐらいになった位置で折れ曲がってきましょう。三画目は1画目を3つに割った1つ分目のところ、ここに横画を書きます。四画目は1画目を3つに割った2つ分目のところ、ここに横画を書きます。五画目は1画目と2画目の書き終わりを結びます。六画目はこのあたりからぐーんと長い横画を書きましょう。七画目は下にできたスペースのこのあたり、この辺から左払いします。八画目はこちらにできたスペースのこのあたりから点を書きます。ポイントとしては横画が多いので、この横画の間隔を同じになるように書いていきましょう。で、この6画目の横画はちょっと思い切って長く書いてみましょう。あとは縦の中心を見ながら書いていきましょう。ここが第一、ここが第一になるような感じで、でこの最後の7画目、8画目は高さを揃えて書いていきましょう。